はい、おはようございます。はい、どうも、高田馬場です。ニカードです。今週はね、ガロスペ世界大会に向けてのガロスペ大会ウィークということで、その一発目、日曜日のね、大会やっていきたいと思いますけれども、はい、準備大丈夫かな、2大進行で、はい、今日は特別ゲスト、第18回オースタウン杯王者、それがちさん。あの高名な、あれ、それがちさん、それが先生は、まさか、それがちがいない、まあどうでもいいや、じゃあいいや、もう目のせいがいいや、はい、だんだん扱いがエンテイさんみたいになってくるっていう。じゃあ行きましょうか、はい、何だっけ、今日タイトルは、鳥小屋閉店記念、記念じゃないでしょ、ありがとう鳥小屋、はい、ありがとう鳥小屋、あ、記念ってなんで、まあ、豚骨ラーメン屋になっちゃうんだよ、そうだよ、まあ大体、うん、そんな、鳥小屋美味しかった、はい、やりますか、じゃあね、この後大会後また食いに行きますと、もう腹いっぱいです、はい、じゃあそんなことで、はい、鳥小屋杯ガロスペ大会、じゃあ行きましょうかね、始めたいと思います。じゃあゼロ回戦から行きましょう。睦弥対芝、すごいね、ゼロ回戦から豪華だね。さあこの2人ね、当然、世界大会にもエントリーしておりますよと、はい、はい、解説、第18回オースタウン杯王者、ソルゲスさんです。どうもこんばんは。あー、どうも、それはしです。ちゃんと、あ、もう始まってるじゃないですかこれ。そうだよ。え、それがしじゃない、それがしパンだろ。言ってないよ。あ、さあ、これは割れ方まずいんだ、はい、はい、あー、これはやる、熊殺し。さあ、これは、睦弥さんと芝さん、いきなりすごいカードですね。そうなんだ、さっき言ったよ、俺、すみません、ちょっとトイレ行ってました。あ、そうなんだ。まあ、もう王者ともなるとね、はい、ちょっとトイレが近くて。王者ともなるとトイレが近くなるの。関係ないです、ね、今の話の流れだ。まあね、昨日あの激戦を勝ち抜いた、まあ、まだ見てないんですけど。いやいやいや、ありがとうございます。孔明からのガロボーからのそれがしみたいな。そうですね、そういう順位付けなんでしょ。まあ、昨日まではそうですね、はい、昨日の結果は、まあ、孔明なんて過去の男だとか随分はしゃいでるって話を聞きましたけど、それ誰ですか。言うわけないでしょ。孔明さんですよ、孔明さん。ねえ、もう来週の世界大会にもね、期待が高まると思うんですけど、いや、楽しみです ね、 ね、これね、ちょっとせんべいがさっきからね、だいぶいい勢いで投げてるからね、辛いですね。さっきね、ノジアイなんかでもかなりいい勝負をしてた2人ですけどもね、現時点でもかなり芝側に傾いている状況、時間もない、ワンチャン通すしかないが、もう通せない、これは時間もない、あー、裏側ということで、変わったのは芝、強い。さあ、芝さんが上がって、じゃあ、ひーさんと鳴沢くんやろう。あ、ひーさん、おい、鳴沢くん、え、鳴沢くんだよね、あいつどこ行った。鳴沢向こうでチョーク入れてました。ひーさんと、あのね、もう大会始まってるからね、ヨイちゃんもまた後で呼ばれるからね、大丈夫だよ。タン、奥では周平勝利かな、周平さん、はい、おめでとうございます。奥誰、マイン翔也さん、奥でマインさんと翔也さん、はい、お願いします。はい、じゃあ手前行きましょう、ヒーさんと鳴沢くん、はい、さあ、ヒーさん、アッピー側、ヒーさん、ツーピー側、鳴沢くん、はい、ヒーさんさん、ヒーさんさんでいいと思いますよ、ヒーさん、はい、ヒーさんさんと、いや、今日ヒーさんとね、名古屋から一緒に帰ってきたんですけど ねびっくりしちゃった、お、名古屋行った連中帰ってきたって、なんで名古屋の人いんのみたいな感じ。一人増えたのかな、みたいな。さあ、ヒーさん、なんでね、前に、今回もね、PC エンジンで試合に余念のないヒーさん、ゲーセンでやれんのか。おっ、おっ、あレッセンですかね、はい、安定して削り回避していく。さあ、セオリー通りの課長戦、対するハンガーのセオリー通り、ダイヤスで避けて、かじったところ、めっちゃ大パン、ダメージ、さあ、どんどん広がっていく。さあ、残り1削りだが、最後は遠距離強パンが漏れたところに下台キック、うまい。
まあね、このタンの、通常技を取るいい距離でね、できれば前の技を見てそれぞれ対応していきたいところですよ。それがうまくはまったところですかね。そうですね。さあ、なるほど。さすがに山本を背負ってしまうと結構難しい。うまい、差し込んでいった。今みたいな台足のね、使ったところとかにね、前側も差し込んでいきたいんだけど、なかなか難しいところですね。おー、今みたいなね、うまいよ。これちゃうと今みたいな、おっと、ここは消化で消せなかった。飛び込んだが、いや、危なかった。あー、うまい。よし、安定削り。消化の出がかり、感染線が当たってしまう。いろいろあって、ダメ発射したかったよ。あ、これですね、この2連覇、一発はでかい。いやー、最後またダイヤシー差し込んだ。勝ったのはヒーさん。素晴らしい。さあ、いいですね、いい感じのターンです、ね、手前の次はどこ、俺、チャーリーさんとアキラさん、お願いします。で、ワンピー側、アキラさんですね。あ、マイさん、あ、マイさん勝利で、奥側は、じゃあ、どうしましょうか。プリティ、プリティさんとビブンさん、奥で。さあ、ワンピー側、アキラさん。プリティ側が、チャーリーさんですね。ビリーはね、やっぱりいろいろとね、リーチがあるかなって、ビリー側が有利なのかなという感じなんですけど、さあ、こう吹っ飛ばしが入って気絶、まあ、そのまま KO ですね。さあ、まずはアキラさんのビリーが1本。まあ、リーチの差がどうしてもでかいんで、まあ、だからなんとかね、近づきたいんですけど、まあ、通常はまあ、立ち絵だったりしゃがみ C が非常に、まあ、このね、歩いてるところに機能しやすい組み合わせです。さあ、 NC としゃがみ C 立ち合って、まあ、AA の、ね、前はもうダックの、通常技の前外なので何もできないですけど、飛び込んで、さあ、ガードが間に合う。ダックは体力点滅して、とジャイアルチョップ。さあ、固めて画面足。さあ、狙いたい、ウエスト狙いたいが、サンセットン、あー、しゃがみ C。 さあ、盤石ですね。勝ったのはアキラさんビリー。あ、次、チキンさんとシバさん、お手前でチキン、シバ。さあ、スーピー側じゃんけん勝って取ったのはチキンさん。さっきね、ノジアイでもいい勝負してましたけどもね。はい、あ、お、奥も終わった。ビムさん、ノジアイね、負けてたもんね、最後に。ちょっとね、バックステップのところを放客が当たってしまう。では、奥は奥誰、うん、あ、僕と、あ、ふわくさんと、じゃあ僕こんなすごい肩書きでエントリーしてるのに配信しないんだよ。なんなのこの扱い。俺じゃねえけどこの名前書いたのって配信しねえんだ。あ、まあね、上がって、おーっと、バックステップしちゃったから優勝コンボ。さあ、サイピオリからの、はい、あえての立ち台キック。どうだい、シン君、どうだい。あの、暴力柔道ってのはどういうことなの。なんや、勝手につけたの。本当に、俺は何も言ってない。ある日見たらつけたの。これじゃあ、人知らさんですね、これね。あいつがやった、俺は知らない。何が暴力柔道。泣くまでせんべいは言ったでしょ、でも言ってたもんね、だって PV 残ってるから。言ってないは通じないよ、ね。くらりくらりとせんべい。このせんべいはね、非常に強いですね。投げておいて、それに対応してきて、相手をさらに対応する。これが暴力柔道だよ、アキラ君。柔道感全くないですけどね。さあ、柔道背負い、そうですね、このいわゆるガエル的なね、飛び道具と攻め、対応、これに加えてコマンドにまであるっていうのが柔道の印象ですね。投げっていうのはあくまでその最後の感じでしょうかね。さあ、時間もない。ここは空間だったのか、使ったところにジャックキックから出し2本。この体力逆転、ここで裏に行けない。まだ分からない、時間はまだ5秒ある。いや、
これは。そして攻めたところにせんべい、今ちょっとね若干怪しいところもあった。最後は石丸君が取っていくと。いやでもいい試合でしたね、ギリギリの試合。どこ、ヒーさん列車をやろうか。じゃあヒーさん、ヒーさん、もうねヒーさん列車というこう東西のねあの弱キャラ使い2人が今相まみえるわけですよ、ね。お、第18回オースターファイ王者、それがシギースが勝利ということです。確認しちゃったもん今。誰だこれ書いたの。俺じゃない、長い。多分ひとちやさんが書いたんだよ。あ、え、そういうこと。ここもひとちやさんのせいにする。すべての責任は。はい、じゃあ、行きましょう。ヒーさん対レシオ。おー、レッスン客。まあこれ、まあね、非常に単顔はきつい感じになるとは思うのですが、この辺はガルボーさん周平さん、ガルボー周平奥でお願いします。はい、じゃあお願いします。まあね、キーさんもいいことなくこの組み合わせ PC エンジンでおそらくやってきたことだと思います。それを思い出すせいかますことができるのか。何がドリキャスだバカ野郎と。ライは PC エンジン、あこんなの PC エンジンいないっていうね。なんでそんな、なんでそんな AV みたいなこと言うのみたいな。これだからもう PC エンジン対ドリキャスのダービー戦争みたいなもんだからね、これね。なるほど、どっちが上か大変ですよ、もう強くのつけよう。こっちだって CD ロムあんだよ。あらい、ビジュアルメモリーじゃねえよ、天の声だよバカ野郎って、ね、やるわけですよ。ああ優しい、優しさ溢れるコンボ。ああ削った、どうだい、どうだい、僕シャトルぐらい長いからあるね。いやシャトルは失敗した方ですね。あれ全部合体するとすごい長くなりますから。いや今日のヒーさんはデュオですからね。やばいな、ヒーさん仕上がってんな。さあレシオキムをまさかのパーフェクト勝利。さあ1って最初ロード、どっちだ、どっちなんだ。あっとここで選手権に見たる、見えてる、ガードした、よくガードした、素晴らしい。死んでしまうのもよくある話、あんなとこで死んでたら PC エンジンやれねえよ。ロードが止まったら開けるんだよ。あーまたヒット、再び来る、ガードしている、投げ、そして投げ、あっとばしライドも使ってじっくりと攻めていくレシオ。少ないチャンスをものにできるか。いやーしっかり対抗もできる、あっ終わった。ガロボさん、ガロボさん勝利、名前はワーパー大会ガロボさん旋風って言ってたの今。さあ時間がちょっと足りなくなってきたから。あーこれはだいぶきつい。あっ、おーいったがどうだ、アンチャルド、あーこれは時間はまだある、それは飛び込んでしまうと安い、しゃがみはさあまさかの痛恨の判断ミス、飛んだ瞬間にあーと思ったんだけど、しょうがないですね。はい、しゃがんでましたからね今ね、ちょっと安くなっちゃうんですねあれだと。どこだ、じゃあ J9 ヨシムはダック前だから大変なことになるよ。サンリオさんって、あ、じゃあそこをやる、マインサンリオ、マインサンサンリオさん、あ、じゃあお願いします。サンリオさんはおそらく初参加だと思う。奥で J9 さん、あ、でも J9 さんはシムさんか、俺か、俺ヨインちゃんやっちゃうか、奥でだったらこっちからやるって話したんだよね。あやります。あ、じゃあアキラさんとヨインさんで、あ、手前で、はい、マインさんとサンリオさん。さあ、1ピーが座るのがサンリオさん、キムですね。で、2ピーが座るのがマインさんの同じアクセル。さあ、この組み合わせ自体は、まあ、まあ、キムが多いっていうのもあるんですけど、あの、ミカロではね、あのアクセル使いが、何人がね、いらっしゃるので、意外と見る組み合わせではあります。さあ、開幕。さあ、飛行客。お、これはさあ、一発入って。さあ、これは、マインさんは、お
大半月まさかの。さあこれどっちだ、見えない。しかしガードしている。さあトルネードが鳴って、さがみ体力が点滅して、さあしゃがみ C から、さあ遠距離 D 壊し壊し刻んで半月さん、まあ、結構不思議な感じのねムーブでしたね。いやというのはもうセオリーは普通に考えたセオリーとは全く違った立ち回りだったので、はい、あれはもうちょっと僕も食らっちゃいそうですね。さあ内野安打、さあ塩川がガードして、さあトルネード、さあシャガディからトルネード、さあバックステル回避、さあこれは焼却漏れか。さあ一発当てて、さあキムは体力が点滅、さあ遠トルネード、トルネード焼却、さあ飛ばし入って、体力がドット、さあこれはどうする。さあ読み切っていった、飛燕山見てから飛ばし、あ奥奥はえどうした、あ、アキラさんですよね。はい、奥はアキラさんが勝利。さあ手前の配信台は第3ラウンド、奥、それやろうか。じゃあ、J9 対オシム、はい、お願いします。はい、J9 さんも遠征出てるのかな。なんかでも J9 さん毎週毎日出るそうなので、また映る機会がある。オシムさん、あ、あれどこ開いたか。さあ、飛びから、さあ、砲脚ガードしている、今のすげえ危ない。あ、これは、いやこれは入ってしまった。あー、やっかった、大だった。まだわからない。さあ、どっちが勝ってもおかしくない。勝ってるのはチーム、そうですね、体力的にはいやー、これゼロドット、飛ばから、どうするどうする、最後は大人の、あー、大人、大人だった。さあ、マインさんのアクセルが勝利。いや今のはもうどうしようもなかったですね、ゼロドット。次は、あ、これやりますか。じゃあチキン、ん、あ、違った、あ、柴さん、柴さんと僕ですね、はい、柴くんと、第18回オースターム杯王者のそれがしくん、長い書いてあんだ。柴くん、これ倒したら暫定世界一あるよ。あ、あるある。今最初の世界ランクで1位がそれがしくん、2位が通りさんだから、で3位がなんかなんとか坊って人らしいから、で4位がチキンっていう、だいぶあの波乱の順位になってるから、ね、世界大会の結果とは一体何だったのかになってる。そう、あ、ちなみにですね、今日これに先立って行われた初中級者大会、春道くんがギースで優勝しまして、いやそれがしくんが昨日優勝したんでねみたいな話もしてくれたということで、じゃあそれがしくんは今日はまたこっちでも勝って2冠ギース3連覇あるなって話をしたばっかりです。あ、それがしくんあるのか。お、開幕スイートビジャンプスプリティングうまい。よし、難しいよ。どうする、1台でいく、じゃあ1台で行こう、こっからベスト8なんでね。うまい、ジャンプ足のところにバイアス払い、結構ね、それがしくん、ちょっとね、重ね合わせになってるんですけど、まだ試合出てないんであれですけど、味方でね、普段対戦してるから分からないけど、もしかしたらめちゃくちゃ強くなったりするかもしれないですからね。名古屋のやつビビってるかもしれない。なんだこのそれがしくん、やつに関する情報を集めろってなったかもしれない知らねえんだみたいなそう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 、なんだろう、残り10秒、8秒、ここからが長い。最後もダイヤシュ、うめえ、強気のダイヤシュ。あれ、あのダイヤシュは結構ね、なんかすごいなと思います、個人的に。ちょっとあれ、なかなか打てないです、あのダイヤシュ。いい前ですね。それが功を奏して、2度3度、足払いが当たって、流れを掴んでいた一番の目。さあ、芝、やれる。ディースズーブ、そしてこの実力者2人、どっちなんですか、分からない。バックステップ、全然食らったな、これぐらい強気。さあ、せんべいが一発二発当たって流れを今度は掴んでいく、ミラノヒット4回目、せんべい3回すら1回、目
とここの差し合いだけでボールが詰まりかけているのか。3も3分の2が出た。この段階でもちょっとパス性もガチリとボッカラ性を持っているからまだわからないぞ。さあボッカラ戦で時間がない。これはきついか。でもこうなるとどうしようもないって考えてますね。記念のレジムソンが失敗したところで第3ラウンドですね。うんうんって言うんじゃないよ読み取るんじゃないよみたいなおっと開幕お互い強気の選択肢すげえなお前らさあレッド拳一発分のリードせんべいで盛り返す。若干だな一発の威力の差がこれでいける。だから遠距離でもやりたいよ。そんな不思議な2人の間合いの取り合いですね。まあこの間合い遠距離がキックが届く間合いってのは一つリスナーが取りたい間合いですね。かわいらしい見えているダブルデッドケン。さあリードを広げる削りのダメージがかなり重要なこの組み合わせ。飛んだそしてすら誘ううまい。なんだこの見切りは。あいつ名古屋で優勝してすげえ強くなったんじゃねえの。アンバータイクあるよ。どうだ石破君これが。あーっとあるの大失敗。これは時間もない。まさかいけるか。どうだもうまさかとは言えない。決めたー。それが自勝利。世界一は伊達じゃないよ。アキラ君とあれなんか超強くなかったすげえ強かったよね。見ててやばかった。大足やばくない。やばいよねあの大足ね。すごいよね。俺びっくりしちゃったもん。あの大足やべえなっつって俺と芝君大興奮。微分レシお願いします。あの大足でちょっと1時間は語れるんじゃない。酒飲めるねあれね。あれはすごいいい大足です。あの大足なかなか出ない。あれはあれすごいね。まあちょっとこっちも仕掛けたところがあったんで、まあまあね、まあそれ返されて、うんうん、まあちょっと後手に回ったところあったんですけど、はい最後ねうん、1ラウンド目とかもすごかったよ。あの名古屋の大会の動画見てたんですけどやっぱ台足の感覚いいなってずっと思っててよかったですね。あれなんかベタ褒めですよ。アキラ、シバ、ベタ褒め。シバ君なかなか人のこと褒めないからねどんなイメージだよ。ありがとうございます。はいじゃあベスト8台足行きましょうかね。微分対レシオ。さあ世界大会でもねあの2人活躍が期待される比較的最近始めたプレイヤー同士の対決となっています。これ結構前きついと思うんですけど、うん、俺もそう思う。キムさん結構勝ってるんですよね。そうだね。なんだかんだ結局だからそのキム側がどっかで近づいてくるからそこに狙いを定めてっていうのが本当こうそうしてる感じだよね。キムさんのね不思議なリューエンドポイントがあってそう当たったらすごいですよ。おーまいまいまいこの辺もねだこれあーとバックストップしちゃった。なんかね、歩くの速いプラスゲームのプレッシャーで投げたまだ追い詰めてるのがリムさんなんでまだまだありますよ。うまいうまいしっかりと見てから一歩歩いて大パンチ返し。うめえなあれ当たるんだわ。さあまずはこれ世界大会でもありましたね前回のこの組み合わせあったね。でリムさん勝ったんでしょう。そっか、レシオ君はこれで負けてんだよ。そうですね、あれもすごい試合でしたね。さあ、お互いね、また1年で非常に強くなった。今年はより上を狙うのかと。おー、大パン折れたのか、狙ったのか。素晴らしい大パン。このジャンプこのやっぱりぶっ飛ばしが結構機能しちゃうんで、前線にはそうなんだね、リュエンプを外から蹴られちゃうんですからね。リュエンプ蹴られちゃうんで、嫌いちゃう。おーっと、で体力大幅リードでこっから、ちょっと前はなかなか攻め手がないか。いや、強気でいいね。ここをかかなし最初逆、これ入ってしまった。やった、やったのはレシオ。レシオさんじゃあガロボー対オシム、お願いします。あ、レシオさん次オースタウン、はい、王者、それがしギースト、レシオさんですよ。第18回オースタウン杯王者のそれがし君と、あのそれがしさんと、レシオ君がやばいっすね。マジか、それこれは、これは王者として負けられない。
さあそして、オッシムワンピーツピーガロボーとガロボーさんですね。ワーパー覇者、ワーパー覇者です。何がガロステ覇者です。これはワーパーだよ。和筆ができればパーフェクトもできるんだよ、アキラ君。うるさいうるさい。何が力だろう。俺も力使ってる。さあさあ結構もうクワタンパッシュって投げられると。さあ結構これ嫌ですよ、この距離は。あこの前次だいぶアンディとはちょっとやることがない。財源くるみたいです。それでも財源権これ当てればいいんだろ、アキラ君。あこれはうまい。大空派のパナシがつらい。ガードマニア、ささびで飛んでいって。おー、うめえ。おー、うまい。あのさっきいいですね。この距離に戻せるか。おーっと、ガードマニアった。ライク、うまい。再び怪しい。これは、これは結構まぶいですよ、これは。あー、まずい。ワーパー覇者、ワーパー勝まさかの一本取られる。ガロステでは勝てないのか。オシム、まずは1ラウンド選手あるよ。オシムさんあるよ。ガロボーさんもあるよ。これだから、コウメイさんを倒したガロボーさんの上にオシムさんが入ります。オシムさんが入る。あのコウメイさんがどんどん下がっていくだけなのコウメイさんにとって何もいいこともないラッキングになっているということで。あー、何やってそれは、まあ、しっかり3最大入れて、さあ、タイル後半リード。これまさかあれ上に入っちゃった死に方がやばい。いや、えぐいな、これは。死に方がやばい。2回言ったけど。バカガロボ、説教だよ、お前、これやろう。俺とマインさん。まあ、しょうがないね。遠征の疲れがあるからね。いや、ガロボさん。だよ、今。あれは、もう疲れてるとはいえ、だいぶさ、だいぶさ、でも雑に死にましたね、あれ前はね、結構何回でもリレーブ粘るんですよ、あのポイントは。そうですね。とりあえず出しといて問題ないんで、うんうんうん、さあ、アキラさんとマインさんですね。はい、はい、結構これはマインさん、しんどい戦いになると思いますが、うまい。三節コンにしゃがみたい。お、まあ、対空しっかり。そう、まあ、体力は今のところマインさんがリードしてます。そうですね。さあ、しかし画面端がこれはちょっと位置が悪いですね。さあ、で、まあ、ただマインさん何か伺っているような感じ。ああ、ぶっ飛ばしがやってましたね。いや、いいですね。あれ当たれば結構いい感じですね。形勢逆転できるんで。まあ、とはいえなかなか。お、これは体力はこれでまあまあがギリギリの方が有利。点滅。これで頑張って。さあ、これのためにあえてガードしていたのか。ちょっとこれはアンチャンあるぞ。体力は5分ぐらい。お、いい振ってばしゃいった。これはこの読みで。なんでこれ、おー、回旋風魂を潰したような感じだなですかね。はい、あの前出ててもああいうち、ああいうちか、もしくはもう一方的に今勝ったかっていう感じですかね。なるほど。さあ、まだマインさんが1本。そう、マリスさんがこのまま行けるか。さあ、でもこれ、画面端がどうしてもね、もう最後に進出感がだいぶ届くので、ついと、あ、いいとこ飛んだ。ここでちょっと画面中央に押し返すのが、お、これ踏むか。あ、踏まない。なんという、いいバックジャンプ。さあ、光った。さあ、ここからですね。まあ、当然アキラさんは分かっているので手堅く攻めると。おっ、さあ、しかしこれはこの体力差はちょっとどうしようもない。いやー、今サゲの潰したのうまかったっすけどね。うまかったっすけどね。まあそこから逆転はもう 10-0 みたいな感じですね。そうですね。かなり厳しい。奇跡が2回ぐらい起こらないんで。まあ3ラウンド、はい、さあこれでファーストタッチはこれ、しゃがしが長い、うん、安定ですね。だいぶ機能しますね、アクセル戦でも。はい、なんとかトレナッパで、あー、今ちょっと対空が一瞬遅かったですね。まあ、当てて落とすのは一番手堅い攻めではあるんですけど。さあ、しゃがしい、しゃがしいで、画面走り込んだ。これは厳しいか。おっと、あ、でもまだ、おー、上、スズメが出て。さて、勝ったが、この体力はだいぶ、リリーがリード。
これはだいぶアキラさんが今回は手堅く攻めている。あーっと、あゆち OK の ND。 まい、さあ勝ったのはアキラさん、アキラさんが勝ち進んでベスト4ですかね。これ第18回王さん杯王者それがシギース対レシオさんですね。はい、さあ負けられない。これはもうだから前回の世界大会でもね、それらしくは負けてるので、1年間 の、 その成長の成果が出るということで、2人ともだいぶ成長しているような感じで、もうどういう試合になるかなっていう。世界大会前に世界1位になって帰ってきましたからね、それらしくは。素晴らしい。ギースで世界1っていうのは夢のようですね。これ、レシオ君勝ったら世界1位だ。おキム、ギース、どっち、キム、ギース、情報戦か今日は赤いぞ。が、ギース対ギム。さて、まあ、組み合わせ的には相当ギースは厳しいですが、お互いはまあこういう感じでうろうろしながら出方を伺っていくと、この後、まあ、プレイヤーの性格的にレシオさんちょっと様子見タイプのチームで、まあ、ギースはキャラ的に様子見という感じなのでこうなります。いやー、これは安定。さて、入ってしまったが、まあ、ゼミをここは振っていって、またこうね、さあダメージを攻める形になると、やっぱり烈風拳、疾風拳がなかなか打てないとなるときついと、どうしても体力的にこうなってしまう。さあ、あれもね、あーでもね、第18回オースターファイ王者、まあ王者ですからね、諦めて遊びますから、ね、いい時期だったっけ。あーと、これが烈風拳だとこうなっちゃう。だいぶ強いが、もう当てにおめられているしかないが、2回削りで計算した。すごい、ポワン。さあ1本目、時間もじっくり使いつつ、レシオ君がほぼほぼ1本目、ね、かなりじっくりといった感じで、もうこういう風に攻められるときついと。そうなんだよね。もっとガンガン攻めてくるギースだと、あキムだとまたちょっと、そう、逆にやれるんだけどね、変わるんですけど。さあ、焦点と、まあ、それがさ、吹っ飛ばし出しているのが飛翔脚とああいう蝶取りたい吹っ飛ばしですね、あれは。そうね。さあ、だけど、まあ、ちょっとタイミングずらしてそうはいかないです。いやー、ダイヤシー、いいダイヤシーですね。さて、これは倍だったけど、さらにだね、今飛翔脚これが当てにくかった。さあ、勝つよ。さあ、頑張れ。第18回オースタン杯王者ソルマシリースレイジングストーンを出すんだ。IG ダイヤシオ、あーダメージ。これは見てから食っていく。ごめんね、余計なこと言った。さあ時間、まあ、とはいえ、まあ、体力ないぞ。まあ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 もういい時間ですからね。まだまだ分かんない。やったー、あーと酒攻撃出なかったな今。さて、まだいけるか、まだいけるか、まだいけるか。あー投げがのー暗い投げか、決まった、うん、いい攻めでしたけどね、最後。いや、よかったね、ワンチャンあったんだけどね。レシオ君が決勝進出。じゃあオシムさんと、オシムさんとアキラさんですね、はい。さあ、ワーパー世界王者を破ったオシムさんと、高田のババのアキラさんですね。高田のババアキラ 50%、75%、100% ですね。え、50% さん、 1%、75%、100%。なるほど、まずは、まあ、これ結構いい、あれですよ、勝負、いい勝負になってますよ。さあ、開幕爆捨てで手を取っていき、さあ、アキラさん、オーサンセツコンは前線でもだいぶ機能しますが、あ、オシムさん、ちょっとレバーを今あれ違うレバーで、だいぶアドバンテージを取られてしまった。ああ、それが下の罠ですね、これは完全に。いやいやいや、さあ、加藤戦を避けていって、ああ、体力的には、今ので大体5分ぐらいですが、画面端を背負っている分、ちょっと前は辛い。まあ、サンセスコンで攻めていく。ああ、止めしまった。さあ、体力が上がなって、前側はどうするか。加藤戦、あ、急激に内打ちで飛び込みが入って、明らかに1本戦する。暴れちゃいましたね、最後ジャンプ A の先端飛びっていう、結構あれ反撃を受けづらい飛び込みで、なかなか低いですね。さあ、まずはアキラさんが1本やって、さあ2ラウンド目、オシムさんまだ全然ありますけどね、中盤までは体力同じぐらい。さあ、アイチだいぶ痛い、おーすごい、だいぶ減った。さあ、アキラさんはじっくり攻めたいところだけど、前側がどうするかみたいな。
ここは避けてかわした。さあ、飛んでしまったが、体力5分ぐらい。さあ、と言って、おー、かわした。透かしていく。おー、あれでかわすんだね。はい。超回。さあ、回復が来る。おー、恐ろしくワード。さあ、一応入れ替えた。さあ、まだ前側は銃に置けるのがあった。これはわからないぞ。おわからない。課長戦を振って出方を見る。さあ、抵抗撃。さあ、アキラさん距離を詰めたいが、三節飛んでもいい。どっちかというと席を詰めたいが、まだ残ってるよ。まだいけるよ。まだワンチャンス。オーケー。さあ、あー、届かなかった。さあ、勝ったのはアキラさんの、アキラさんが決勝で、本日のミカド、ガロスペ大会の決勝戦ですね。さあ、で吉尾さん、キム対アキラさんのビリー。さあ、巨漢と巨漢のぶつかり合いですよ。巨漢と巨漢、はい、超ド級。お前、お前、コンパルとライン同時にしてしやがった。え、これ何？ワンライン？ワンライン？ツーライン？ツーライン？どっちかな？ワンピーワンライン。どっちかな？ワンライン。ワンピーワンライン。あ、両方。どっちかじゃないんだ。欲張り。欲張り。さあ、ワンピー側が吉尾さん、キム。スピー側、アキラさん、ビリー。アキラさんですからね。まあね、アキラさんですからね、ここは。はい、サクッとね。さあ、ワンライン。決勝を決めたいビリー。よく見るカード。あ、開幕大卒。互いに、ま、分かってる。前に歩いただけで互いにふざけんな。いい人はしゃいだ、これ。これがいい人はしゃいだ。これは分かりにくい。これはどうだ、まだピョっていないか。ピョっていないね。リードはだいぶキム側にリード取られて、キム側が3セット込んで、もう一気に飛ばして、飛ばしてジャンプ。あー、飛び寄っていた、飛び寄っていた。ああ、そうですか。なるほど、残ってましたかね、今亀裂中が。砲脚を狙っている動きのように見えるが、さあ、どう攻める。あー、これは、あー、ありがとう。残念、今砲脚が入っていれば、もしかしたら取っていたかもしれなかったが、まあ、落ち着いて、まあ距離によっては届かなかったかもしれないけど、まあ、ちょっとガードさせるだけでもだいぶ意味あったかもしれないが、さあ、気を取り直して2本目。さあ、それを一気に返ってきて、キム側が攻めていったが、吹っ飛ばしが入る。さあ、これはだいぶアキラビリ落ち着いたか、落ち着いてるように見えるが、2段目に入ってしまう。ジャンプ、まあ、さあ、今度は消えんだ。あーっと、セーブゴンを吸い込む。だいぶ減った、だいぶ減って、これは、さあ、これはどうだ、一気に攻めていって、体力逆転。危ない、だいぶ怪しい。さあ、挑発絡めて、まあ、ただ、これは、さあ、君側も一発入ったら死んでしまう体力で、さあ、探しに落ちていて、怖い位置。さあ、盤石。さあ、さあ、勝ったのは、アキラさん、ビリー、おめでとうございます。はい、優勝ですね、おめでとうございます。いやー、強かった。仕込まないの？映ってる？もう。優勝したアキラさんです。いや、本当に辛い戦い多かったんですけども、やっぱ勝因の一つとして挙げられるのが、第18回オースターファイ王者のそれが先生に当たらなかったというのがやっぱ一番でかいんじゃないかなっていう。あ、彼のね。どうも。あ、先日は優勝おめでとうございます。 ありがとうございます。いや、でも素晴らしい試合でした。あ、自分の試合がでしょ。違う。あ、違う。どう、今の。そう、いろいろとね、はい、決勝、レシオ君がジャンケンで勝った時に、じゃあワンピー側ワンラインでやって一発した時はどうしようかと思ったけどね。欲張りな子だなこいつと思ったんですけど、どっちもみたいなね。まあいいけどみたいな、そんな感じでやりましたけど、はい、いや、でも盤石の立ち回りだったとね、思うんですけど。いや、でもね、第18回オースターファイ王者のそれがし君に当たらなかったっていうのと、あとなんだっけ、ガロボーさんとかシュバ君とかね、なんか運よく当たらなかったので、タナボタ的な感じもありつつですけど、オシムさんとかもね、強かったですね。そうですね、ガロボーさん倒してますからね。あと、シェルターの4位ちゃんが本当に上手くて、こっそり、あ、やべえかもと思ってたんですけど、シェタンで結構差し込まれてたの、それはやべえなと思って。映ってないですけど、いや、見たかった。はい、みたいな感じで、まあね、はい、今週、まあ今日から、ずっと金曜まで、ガロスク大会やって、金曜が前夜祭で、土曜日が本ちゃん
で日曜日が高野祭ともうガロスベ尽くしのね、ガロスベイリーフとなってますけどもその一発目ということでね優勝できてちょっと嬉しいですありがとうございます素晴らしかったですはいということで、はいこれはじゃあアキラさんがね優勝しましたけど、はい、これから1週間もじゃあ毎日参加される、はい、あもうあそうですね頑張って優勝したいと思います全部優勝するようなもう全部優勝したらじゃあ俺が世界一ってことでお願いしますそれはまあ言っても問題ないと思いますはいということで、まあはい、まあでも本当ねあの全部出るってことはねちょっと難しい人も多いと思いますけどもどっかでね出れるタイミング多いと思うので、ぜひ世界大会で挑戦があったら出ていただければと思います。はい。あと、あ何？鳥小屋の唐揚げを。あ、鳥小屋の唐揚げ。あ、ありがとうございます。鳥小屋さっきは行ってきたんですけど、はい、美味しかったです。もうなんかあ、ありがとうございます。プレゼント唐揚げまた食います。はい。はい、あとそれ取ります。それとですね、このイソダエンメール会プレゼンツのこのお茶を怪しい粉？いやいや。これをですね、優勝したアキラさんにプレゼント。出したいと思います。どうもおめでとうございます。これ持ってて大丈夫なやつ？大丈夫ですよ。いや大丈夫。何がですか？ババほら警察結構いるからさ。なんでですか？普通のお茶ですよこれ。あ大丈夫なの？大丈夫。なんか入ってない。水出しできるお茶なんでぜひね家帰って、はい、じゃあ飲んでもらって、はい。ありがとうございます。ちょっと、はい、本当こいつらバカだな本当に。はい。何やってんだお前。まあね。はい。ありがとうございます。ちょっと後で飲みたいと思います。はい。ということで、優勝したアキラさんでした、はい。はい、ありがとうございました。はい、どうも、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すごい。すげえな、このお茶、本当に。はい、そんなこんなで、20何人か、21人かな、参加した大会でしたけども、一発目ですね、なんとか優勝させていただきました。ありがとうございました。先ほども言いましたけどね、この今日から1週間、ガロスベ尽くしです。見てる方もね、参加する方も、よろしければお付き合いください。ということで、以上鳥小屋杯なんですかね鳥小屋杯ガローデンススペシャル大会以上で終了ですありがとうございましたどうもありがとう鳥小屋ありがとう鳥小屋ありがとう鳥小屋